始まるよ。さあですね、ひなちゃんの方を見ていきたいと思います。向かってね、右側からね。さあ、巣箱もね、ちょっともう使ってないのはもうそろそろ片付けていこうかなと思います。ここも、おお、ここは黄色の2つですね。はい。3番、さ、はい、次10番、3。おー、1、2、3、4、5個。はい、一番ちっちゃいの入れて5個生まれてまーす。はぁ、つ、次4番、3。はい、次、ここも1、2、3、4つ。おー、ちょっとですね、ここちょっと仕分けしようかな。なんとなく、やっぱり今日で多いと、ちょっと痩せぽっちっていうか、こんなもんなんでしょうけど、やっぱりね、数少ないじゃないよりは。あ、まあでも親頑張って育ててますよ。おー。えらい。お兄ちゃんちょっと、まあちょっとこれから羽が生えてくるから、ちょっとどうかわかんないですけど、このままでいくとちょっと、多分、栄養が足りないかなーって感じです。はい、次真ん中行きます。はい。よし。はい、ここもないから。使ってないところはもう全部片付けてみますか。はい、次8番です。ちっちゃん、かわいい、ちっちゃん。何ちっちゃん、さっきがちいちゃん来たしょ、母さんの背中にずっとくっついて。何言いたかったのさ。うん、さっきね、この子ね、ずっと私の背中に掃除してる間ずっといたんですよ。腰曲げればテケ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 、頭の方に来て、腰上がれば上の方上がってきてみたいな感じでやってました。次、向かって左側ね、見てきます。深くしないですね。一応、これ、ちょっとこれ、いらないのでどうしようかな。はい、次10番です。10番は、ここも素揚げしますね。でっかいね。よっしゃー。よっしゃ。はい、次、11番。ここも1匹ですけど、ちょっと細めですね。よし。よし。はい、次、ここ。綺麗に。1個ちょっと色の悪いのはダメだわ、きっとな。まあ、大きなちょっと卵でいっぱい揃っております。さあさあ、ですね。もう一回ですね、まぁ、ちょっと洗う、巣箱を、ちょっとこれね、もうこれ使わないよ。もうだね、いないな。よし。出しといてですね、ちょっと掃除して、寝るときに、ここはいるね。片付けます。ここは、何だいちゃん、もっと言って、もっと言ってって、だいちゃん。あれ、だいちゃん。手を取らせてましたね。ここが、あれだね。ダメよ。いやー、大ちゃんの最近ダメよ、泣いて。母ちゃんめっちゃ寂しいんだけど、大ちゃんさ。ねえ。熱いわ、これ。これ、ここきっと、結構な温度ありますよ、2階。上ね。あ、まあでも、おかみちゃん。これね、暑い時下に下がり、寒い時上に上がり。これいいですね、この、シンボール。いいです。ここのね、つなぎのところがすごい丁寧。これね、いただいたんですけど、すごい丁寧にね、お作りになっていると思います。よし。ありがとうございます。さあですね。いやー、もう一足がくわ、これ。僕、サウナに入ってるの、ちょっと。よいしょ。皆さん、実は気づいてましたか？
ここのねビッフェ、おかみのビッフェですね、40センチくらい長さを広くしたんです実は。どうしたかというと、やっぱりちょっと狭いかなって、そして2カ所ね場所作ろうかなと思ったんだけど、作る場所がないので、やっぱりこのね、日の当たるとこ、ちょっとあんまりね日の当たるから水が傷んだりするから、気をつけなきゃならないんですけど、まあ水道水なんでなんとか、そうだな、暑い日だったらちょっとやっぱりね1日2回とか、取り替えてます、まあうちのね水ね、どうしてもシード入るそう、そうするとやっぱり多少なりとも水に栄養があるんですよ。したらですね、青い苔がつきます、青い苔ってよくね、メダカとかね、青子っていう苔なんだけど、綺麗な水と栄養があると苔が生えると、して、まあ、日光ね、うちも日光入ってくるんで、まあ綺麗な水っていうことですね。要はそういう苔が生えてちゃんと水の綺麗にする循環をしてるっていう状態です。まあそこまでね起きませんけど、たまに入れ物のねそこにねちょっとね取りきれなくって、青い苔がついてるっていうことで皆さんね、汚いとかって言うかもしれないんですけど、アクア協会では、青子っていうの、青子っていうかね、青子ってまたちょっと違うんだけど、青苔、青子っていうのはちょっとねあれが増えると厄介なんで、ダメなんだけど、まあ綺麗な水と適度な栄養と酸素と、でよくメダカのねそういうこぎつける人ってペットボトルに水入れてねして、ずっと火に当てといて、メダカが食べる苔を作ったりするでしょ。まあそんなような感じですと思っていただければ。一応ですね、私熱帯魚の方もやってますので、どれがダメな苔だとか、これは体に良くないとか、これは汚い水の時に、出る苔だとか、そういうことは一応熟知しておりますので、ご心配なさらずよろしくお願いします。ということで今日もですね、まあムシ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 しております。エリエリエピッピーピッピー大田隊長さん、最近ちっともねあれいつもあそこに子育てにお急ぎ大忙しピッピーはお歌さえ歌いません。みんな元気です、とりあえずね、じゃあ皆さんまたね。ひなちゃんまあ続々ですね、ちょっとまあスレンダーなおかみかもしれませんが、ドロドロ、行ってきます。もうね餌はねふんだんにあげてるんだけど、多分ねミネラル系が足りないんじゃないかなと私は思うんですが、どうでしょうか他のちょっとしたブリーダーさん。なかなか難しいです、これで親に任せてこいつするとやっぱり足りないものも出てくる、足りないその時その時で足りないものも出てくるんだろうし、かといってねまあ総合栄養のパウダーフードをあげるっていうのがいいかっていうと、やっぱりそこだと免疫力っていうものが、免疫ね、ヒナがある程度育つまでの免疫力をつけるものを親からもらえないと。でも私は多分免疫力の方を取るから取ります、もう当然です。もうヒナのね一旦の一見のやっぱ綺麗さより強さ、強さって、言いますけど、やはりねどんなやっぱり生き物ですから、やっぱりそうね、やっぱり寿命ってあると思うんですよ。やっぱりねここちょっと内部の話なんであれなんですけど、もし聞きたくない方はスルーしてください。やっぱりですね生き物ですから、せっかく親がね産んだ卵ねえ、まあ、そこで帰らずそこで、成長をやめてしまったヒナもいれば、生まれてすぐやはり何らかの理由で亡くなったヒナ赤ちゃんもいるし、ある程度ね
育ってもやっぱり何らかの原因で亡くなってしまった。なんかいろいろですよ。やっぱり一番はね、みんなね健康でね、やっぱり生きてくれるっていうのが親の願いだと思うし、だけどやっぱりね、人間もそうですよね。いくらやっぱり何にも問題のないね、親から生まれた赤ちゃんでもね、やっぱり障害とか遺伝子的な問題が出てきて障害持ったりとかって、そういうのねあります。だからってなんていうんだろう、そういう障害の子をね産んだからって、その両親が責められる何者もないし、やはり、その子にねやっぱ寿命とかそういった病気をやっぱ全て受け入れていくしかないのかなって思います。もしやっぱり受け入れれなくて、やっぱりねもわ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 してるっていう方も中にはいると思います。私もやっぱり最初ねお米こう、とか鳥とか買い出した時にやっぱりね、うろこちゃんが3日か4日で舞妓、病気で亡くなったんですね。まあちょっとですね、もう本当を迎えして3、4日でした。病院にすぐ連れて行ったら1週間持ちませんって言ったら本当に持ちませんでしたけど、まあそれもですね、やはり自分に見る目がなかったんだなと。もう症状はもう帰ってきてすぐ、ただね店にいる時は分かんなかったんですね。やっぱり家に帰ってきてさあ餌をあげようって思った時に初めて気づくっていう。だからちょっとですね、やはりその餌の食べ具合とかですね、どうなのかっていうのを一つの目安として確認として見てからお帰りになるっていうのも一つのことかもしれません。やっぱり調子悪いとですね、まず餌食べなくなるんで、そこがねしっかりガツ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 ね元気よく食べてるとか、例えばまあ初飛行を迎えたヒナとかそういう子はね、やはり食べないというかあんまりこう食欲ないっていう子もいるんだけど、そこの見極めですよね、まず飼い主さんもね。だからしっかりどのぐらいの年齢なのかっていうことを聞いて判断したらいいと思います。チルチルですね。一生懸命スペシャルフードを食べてます。まあこれがうちの唯一の総合栄養食みたいなもんですよ。これ全部ビタミンとかいろいろ入ってるんで、あとペレットもよく食べます。うちの子たち本当に食べますね。ペレットいっぱい送ってくださる視聴者さんの皆さんありがとうございます。本当にもうねもりもり食べてもらえありがとうございます。助かります。はあ、で仲良くしてましょうね。君たちラブラブはいいんだけど、一生懸命ほらひなちゃんにご飯あげて丸々と太らせてくれないと、ちょっとこの子たちはあれかもう終わったんですね。それも子育て子育て終わってもう緩和が始まって、すごいことになっております。うち、今子育てしてる以外はもう緩和入ってます。それではね皆さんバイバイ。頑張りました。